はい、おはようございます。やってまいりました。今日のワンコンテンツ、本日お送りするのはこちら、スティックハンターというゲーム、K アミューズメントリースという会社ですね。はい、1987年12月18日発売のゲームということで、まあこのゲームはどんなゲームなのか私はさっぱり知りませんけどね。まあ多分スティックを使ってハンター、ハントするんでしょう。ね。まあこんな感じで。まあホッケーマスクをかぶって、スティック。まあホッケースティックを持っていると。ね。どうしてもホッケーマスクをかぶってると、13日の金曜日的なのが、先に思いついてしまいますけど、それとは関係あるのかないのか全くわかりません。アクションゲームであることを祈ろう、はい、今日のワンコンテンツ1回ゲームオーバーで、まあ、ゲームペイはい、今日のワンコンテンツ1回ゲームオーバーまでにどんなゲームですよとかをですね、体験紹介できればいいなと思っておりますが、何分ですね、初見プレイなのでうまくいかないこともあったりなかったり、はい、じゃあさあ今回どっちに転ぶのでしょうか。やってみましょう。どう、お、星が流れ星、違う、音が出てない、あ、いいのか、今音出てなくていいんだ。エキサイティングアイスホッケーって書いてある。え、アイスホッケーゲーム、これもしかしてスポーツゲーム、まさかと。毎回言うけど、この K アミューズメントレーシングっていうやつは SNK の前身会社ってことでいいのかな、また別会社なのかね、それは毎回よくわかんない。まあこれ毎回言ってるんですけどね。あ、スポーツゲームですね。なんだ、なんであんな恐ろしいのえ、なんでこんなちょっとほのぼのしたスポーツゲームなのにこの画面が恐ろしいの。なんだ、ホッケーゲーム割とありますよね。なんかディスクシステムの、あ、ニンテンドースイッチオンラインでも、遊べるやつとかあったり、まあ、あと熱血のやつとかあったりですね。ありますよね。スポーツゲームってことは、これコンティニューっていう感じじゃないかもしれんですね。まあ、もしかしたら、まあ、ワンラウンド、ワンプレイやってみて、どんな感じでしたっていう、どんな操作性でしたっていうのをやる感じなのかな。ホッケー、ちゃんと見たこともないか、まあ、やったことがないのはもちろんなんですけど。ね、見たこともないからそんなにちゃんとはルールがどんなもんなのかさっぱり分かりませんけど、まあとにかくまあ相手ゴールにぶち込めばいいんでしょう。なんか反則とかルール、細かいルールとかあんのかな。パッと見オフサイドとかね、なんかゾーンエリア、まあ、3秒ルール5秒ルールみたいななさそうな風には見えますけどね。どうなんでしょうね。やってみましょう。さあ、おっと、ワンプレイヤーゲーム、イエイ、ワンプレイヤーゲームでいいですよ。ジャパン、USA、URL、カナダ、イングランドかな、フランス、ノルウェー、これどこ？チェルシー、あれ？これどこ？チェルシー、あ、チェルシーはあれか、ドイツか。どこだろうね、これ。TCH。どこだ？まあ、北欧っぽいけどな。わからなかったです。はい。スキルレベル123。どうする、前、3でやる、3でやるとえらい目に遭うかな。ど初心者ですからね、私が。1だと弱すぎるかもしれないので、じゃあ間取って2にしましょうか。何の間だって話だけど。まあまあまあ、5は叶うわけないし、3も結構強いかもしれないしということで、まあ間取って2で。どうしようかな。あ、これ横で選ぶのか。まあジャパン、ちょ、たまには珍しいかな、カナダ選ぼうかな。じゃあこれでやってみましょう。どんな感じだ。 A ボタン B ボタンどう使うのか。まあ多分 A ボタンがパス、 B ボタンがシュート、どっちかでしょう。オラはどっちだ。待てこらボッケー、待てこらボッケー、待ってよ。私は今誰を、1、操作性がやばい。あ、え、あ、何、ペナルティ、誰の、倒された、ペナルティ。めっちゃ倒されるんですけど。
ヘルドボールみたいなのが多いですね。何でパスするのこれ。操作性がやべえんですけど、これどうなってんのこれ。あ、 B ボタンか A ボタン押しっぱなしで滑る感じだ。ちょい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 、これどうすんの？すげえ独特。え？ A ボタンを押しながら。A ボタンを押しながらじゃ滑るはできない。すげえ滑るし。すげえなんかドスドス言うてるし。なんでその坂逃げって、なんで逃げって。え、どうなって、どうなって。ペナルティ？倒されたり倒されなかった。あ、ゴール。あ、相手チームイングランドだったんだね。こっちのゴールキーパーの操作もよくわかんないしな。そう考えると、あのディスクシステムのやつ結構遊びやすかったんだな。あ、お、いけるか、いけるか。どうやって打つの、どうやって打つの。よしよしよし、ちょっとコントローラーガチャるしかないな、これ。アイスホッケーの記憶といえばね、あのこち亀52巻のあのペンギン白熊チームとアイスホッケーをするというあの話がありましたけど、相手チームの監督の名前平平平平平でしたね。なんでどうやって打つだこれ。あ、 B ボタン押しっぱなしか。何？タイムアップ、ハーフタイム。あ、何？前半後半でもなく、クォーター制でもなく、 3ラウンド制なの、珍しいね。な、え、どうすんの？ B ボタン押しっぱなしもない。 A ボタン、お、チャンス、チャン、ノーチャンス。相手のキーパーは棒立ちってる。キーパーチャージ。あー、取られた。後ろからタックル、後ろからタックル。スパイクの裏を見せろ。スパイクの裏を見せながらタックル。キャプテン翼直伝だから、相手がのファールだと、その相手陣地側でのそのヘルドボールみたいな、ジャンプボールみたいな感じになるし、こっちがファ、あー、しまった、危ない。あーん、キーパーの操作もよくわかんねえ。なんか連動してんのかな。もう一点取られました。いや、何度も言うけど、これどう見てもアクションゲームのパッケ。なやろ。やめてやめて。相手がなんか慣れてきたか。ちょ、前線にパス、前線にパス。相手のキーパーがちゃんと仕事する。こっちのキーパーが全然仕事させられない。ちょ、カーソルがどういうのとってる。A ボタンでパスじゃないの、 A ボタンでパスじゃないの。どうなめろー。あ、今ゴールどうだったの。ゴールネットを突き破ったの。ヒューが小次郎なの。いや、突き破っても別に。ゴール判定や、一応。何？アイシング。何それ、アイシングって。え、オフサイド的ルールかもね、なんか。ペナルティ。全然分かんない。カットカット。スティックの振り方が全然分かんない。もう説明書が、まあ、なしでやってるから仕方ない部分はあるんですけど、この。まあね、あの、持ってるか。ただこれ、
説明書さえあれば分かるのかっていうのは果たして、あ、ショータイム、アイススケートチームによるショータイムです。当時この演出を入れるのって流行りだったんでしょうね。今もあんのかな、こういうのをなんか入れたがるゲームって言うと変だけど。まあどうしても1画面と同じ画面の単調なゲームだからこういう変化をつけたい的なことだと思うけど。あと、うわー、あれ今8対0って書いてなかった？相手チームファール多いんじゃない？あ、取られた。誰かキーパーナイスキーナイスキー、どうやってさ、その誰は打てもう振れくそ、どうやってパスもシュートもままならない。あ、はあ、3-1、3-0ですね。で、これラストピリオドなんだろうな、多分。あ、ちょっと反則多いんじゃない？スタートセレクトボタン押すわけもないしな。普通に取られたわ。どうすんの？ほんと普通に取られたの。どうすりゃいいの？ファールって。よしよしよし。じゃあやめろ。やめろ！ゴール前の至近距離からフルスイングしやがったあの野郎。4-0。相手チーム尻上がりやぞ。尻上がりで調子よくしてるぞ。今どんなファールだった？こっちのペナルティーだった。やめろー！ B パンでやっぱ。せめて1点取れ。B ボタン。B ボタン長押しでスイングしたか、今。カウンター。よしよし。やめろー！ゲームセット。さあ、どっちが勝った？あ、惜しい！惜しかったな。ギリギリでしたね。いやー、エキサイティングなアイスホッケーだったぜ。お疲れ様でした。さようなら。